皆さんこんにちは。女子アナ47熊本在住の囲碁まなみです。今回動画リレーが回ってきました。タイトルはステイホーム乗り切りバトン。緊急事態宣言が解除されまして、少しずつ元の生活に戻りつつあると思うんですが、まだまだ収束はしていません。油断はできないと思います。私も小さい子供が2人いるんですけれども、ずっと子供たちと一緒に家の中で自粛してきました。まあ大変だったんですけれどもね、それでも子供たちと一緒に少しでも家の中で一緒に楽しみたいなという思いで、いろいろな工夫をしてきました。その中の一部を今回はご紹介したいと思います。それではスタート。子供たちと一緒にやっています。運動にもなりますし楽しいですよ。じゃあ、ね、リレースタートです。集中して塗り絵をするということが大人になってからなかったので、ある意味新鮮です。また子どもたちと一緒にこういうふうに塗り絵をする時間というのも、ちょっとこう落ち着く、リラックスする時間となりました。